はいどうもこんにちは、僕です。狼続きをやっていきましょう。今回はね、ようやくアガタの森に入っていけるんではないでしょうか。やっていきましょう。もうすぐ夜になりそうですね。はい、やってきましたよ、アガタの森の入り口。じゃあここでハスの花神の力を借りていきましょうね。これがあればもう溺れないっすよ。こうか。これ長い道のりになりそうですね。ああ夜になっちゃった。なんだなんだ、これどうなってるんだ。これは壁ジャンプかな。うん、ちょっと待て、下手くそか書くの。あれ、これ先進めなくない。これがあるよ。またこの壁ひびが入ってるな。それもひびの隙間からかすかに風が吹いてくら。こりゃこの壁を壊してみる価値はあるぜ。いや、どうやって壊せばいいの。おいおい、この壁そう簡単には壊れそうにないぜ。どうしたらいいんだ。結局アガタの森の先に進めないですね。帰っていくしかないのか、これは。じゃあどうしたらいいんですかね。なんかね、花火屋さんに何かあるのかな。他に考えられるの、あのね、壊せるのって花火屋さんぐらいしか思いつかないですよね。あれ、上にあるの何ですかね。ここ行けるのかな。あれ何ですかね。ここ行けない気がする。行けるのか、これもしかして。いや、さすがに高すぎるでしょう。これ登れないでしょう。登れない気がする。待て、餌をやるって書いてあるぞ。草か、草。ウサギには草です。サチダマをね、ゲットしていきます。こんなところにウサギいたっけ、前から。記憶にないぞ。ちょっと花火屋さんのところに戻っていきましょうか。これどうしたらいいのかな、わかんないんだよな。あ、ちょっと待って、調べるだって。お、見たところこりゃ花火の設計図みたいだな。それにしてもへんてこな形だぜ。ちゃんとうまくできるのかよ。花火玉。あ、待って、これ、もしかして、この絵の通りに描けばいいのかな。なんかそんな感じ。花火師玉屋、行きます。代理一番星、真夜中の爆裂ボーイの舞。3回目だな、これ見れば。スキップ。これもしかしてさ、丸を書いて、こうする？あ、できた！あの絵の通りに書けばよかったんですね。なんか花火が打ち上がりましたよ。なんだなんだなんだ。なんか動物、イノシカチョウかな、今の。おお、こりゃすげえや。あの玉屋とかいう兄さん、ちょっと抜けてるけど腕は一流だな。ん？あの光は？あ、星座？あ、星座が出てくる気がする。来たぜ、甘くもまた星座だい。何座かな、今度は。何座だ、これ。何座？馬？馬かな？なんか馬っぽくないですか？全然馬じゃないか。なんだこれ。あー、イノシシだ。何これ、子供が可愛いんだけど。イノシシ。騒がしいな。おお、我らがジボアマテラスの御神、バクガミ。世の中の人の心は、メカルレバ、忘れぬべきものにこそはめれど、我が君、雲がくれたまいて、目こそ隔つとも、なんでう心隔つや。何子かな、これ。全然言葉の意味がわからないんだけど。いざ、このバクガミ、ただいま、おもとのもとへ、帰りつかまつりて。デカ玉の筆は殺しみて、捧げたてまつらん。何これ、これがね、多分、爆発させる。爆発させる筆調べなのかな。おいおいおい、また新しい筆技が戻ったのかよ。今の爆神はその名の通り、爆発の筆技、テカ玉って読むんだ。神様、
きっと玉屋の兄さんの情熱が筆神様の力を蘇らせたんだぜ。それじゃあ早速その手鏡の力を試そうじゃねえか。うん、そうだ、あそこのひびが入ってる壁、あそこに手鏡を仕掛けてみたらどうなるんだ。ごくりやってみましょう。え、どうやって仕掛けるの？丸を書けばいいのかな。あれ、もしかして手鏡の書き方を忘れちまったんじゃないだろうな。聞いてないもんよ。さっき玉屋の兄さんのところで書いたあの花火の形、あ、なるほどね、あれがそうだったんだ。こう書いてこうですね。だから花火の形だって覚えてないのかよ。丸にピョイッと毛が生えたようなあの形だっていうの。あ、ここまで教えてくれるんだ、ありがとうございます。丸を書いて、間違えちゃったよ、話しちゃったよ、手をこうね、このお手本の通りに書けばいいと。こうじゃ、できた。どこにあるの？見えないんだけど。なんで見えないところに置いちゃうの？出た。あとは場所をしっかり見極めて、あのひびの入った壁の真ん前だ。分かった。失敗だったんだ。さあ、左遷。どうよどうよ。花って出た。あー、穴が開くんだ。開通しましたね。あ、穴が開いた。ひびの入った壁を吹き飛ばしちまったよ。さすがテカ玉、どえらい破壊力じゃねえか。これなら妖怪だってぶっ飛んじまうぜ。これだけの威力、最初はちょいと扱いに手こずるかもしれないが、自在に描き出せるようになりゃ、これほど頼もしいものはねえや。意外とね、これ描くの難しい。爆心の極意、実績の解除。なんだこれ、なんだなんだ。干支の置物、根を手に入れた。今年はネズミ年ですよ。江戸十三宝のうちの一つ、根を模した愛嬌のある一品。ふむふむ、なんだろうこれ、お金に換えられるのかな。また玉屋のあんちゃん、玉屋のあんちゃん、その子どうなったんだ。あれ、燃え尽きたぜ。ああ、こりゃしばらく起きねえな。まあよきよき。じゃあね、壁を壊していきましょうか。これでね、アガタの森の先にも行けるんじゃないんですかね。朝になってしまった。そしたらまずここですよね。ここよ、ここ。あれ、遠いな。ちょっと遠くない？大丈夫？開いたわ。案外ね、離れてても OK なんですね。また道祖神があるぞ。浜札を手に入れた。天の念が込められたお札。これ前に聞きましたね。道祖神を祀った石碑みたいだけど、これどうしたらいいのか全くわからないんだよね。お供え物ってなんだろう。どうですか？ダメですね。次行きましょう。はい、じゃあ次はここですよ。ここにもあるんですよ。あら、そういう感じ？そういう感じか。サンゴのかけら。ああ、これは骨董品ですね。海底深くにあるという、竜宮より持って帰ったとされるサンゴの一片。はい、じゃあ、早速ね、今回は早速っていうか、やっとだよね。アガタの森に沈んでいきましょう。これ、さっき置いたハスがそのまま残ってるぞ。早いな、爆発するの。爆発、爆弾。これ、なんていう技？なんていう筆調べでしたっけ？テリ玉でしたっけ？アガタの森。なんかあれがありますね。おどろおどろしい。たたり場。こんな森の中までたたり場が広がってるのかよ。草や木がたくさん生えてりゃ、容器も寄りつかないと思ったが、森をこんな風に変えちまうなんて、一体どんな呪いなんだ？一応地図は開けるんだ。こっちから来たんだっけ？こっちか。こっち側から来たんですね。なんだこれ、どうなってるんよ、どうなってるんよこれ。どこ行けばいいんだ。あ、こっち側、こっち側かな。まあ普通に敵がいますよね。爆発させられるのかな。どうですか。なになになに。あ、なんだよ。2020両でした。爆発させても普通に戦うんですね。なんかあるのかな。この下に多分向かっていく感じですよね。なんだ、誰かいるぞ。誰かいますね。おーおーおー。誰かいるけど近づけないよ。
誰かいるけど近づけない。そしたらこの中に入っていく感じかな。この中には何があるんだ。なんだここ、なんだここ、これはとりあえずね、新しく覚えた筆技をどんどん使っていきましょう。あそこにセーブポイントがあるな。壊せないか。壊せないんですね。なんだ、うん、びっくり。見ろ、こんなところに家が建ってるぜ。これだけたたり場が広がってるのに、またまだ誰か住んでるのか。名もなきおっさんがいるんじゃないのかな。なにこれ、なんで燃えてるの、なんで燃えてるの。これ近づけないのかな。痛い。なんだいこの宝箱は。こういう宝箱には決まっていいもんが入ってるに違いねえや。そうだね。あれ、燃えてる。ちょっと待って、燃えてる。うわぁ。なんだよ。燃えたら水に入らなきゃいけないんですね。そんなの聞いてないぞ。ん？誰かいるのか？誰だ？誰だ？はぐれ玉を手に入れた。うん、うつし区に各地に散らばっている数珠の玉。すべてが揃うとき何かが起こる。なんかいろいろあるぞ。なんだなんだなんだ。音が出るだけか。誰ですか？牧船ババ。ペッペッペ。陽気だな、迷える白い狼よ。わしは近い未来を見通せる。どほ、ん？牧骨使いの牧船ババだ。お主の来訪も予見しておったぞ。え、何牧船って。極船。牧骨使い牧船ババ。さて何やら外の世界じゃどえらいことが起こってるようだけど、今この中津国に乱が訪れたのも去るべきゆえあってのこと。というのも、実は今年こそイザナギと知らぬいが怪物退治をしてからちょうど100年目の年なのだ。お前も見てきただろう、外一面を飲み込む広大なたたり場を。脳を滅ぼし、人は愚か、いかなる生類をも寄せつけぬ暗黒の領域。あれほどの妖力を操するのはヤマタノオロチを置いて他にはおるまい。しかしまさかこれほど爆発的に広がるとはね。フェフェフェ。土地を守るウブスナガミ、才の目をよみがえらせない限り呪いを払うことはかなわね。この赤田の森のどこかにも才の目が隠れているはずだよ。もっと商売抜きで話してやるのはここまでだ。わしの本業は未来を見通すと牧骨占い。読みづらいなこれ、牧骨。金さえ払えば狼の未来でも覗いてやるがどうするかへ。いくらかな。あ、意外と安い。鑑定料500両を払う。どれ、それじゃあこの牧骨でお主の未来を占ってやるかね。いや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 、見える、見えるぞ。え、陰鬱なる森の中、岩に閉ざされたる洞窟の奥に木製の分身をひそやかに待つ。ひび割れたる岩を神なる爆発が打ち砕く時を。うん、予言はここまでじゃ。あとは心当たりを探ってみるんだね。フェフェフェ。牧船ババの鑑定書を手に入れた。何鑑定書って。何を鑑定してくれたんだ。また迷ったらいつでも来な。フェフェフェ。ん？え？どっから？どっからよ。中神玉？何それ？人々の信仰心がこもった玉、その場で太陽気1個分を回復する。回復？どっから出てきたんだこれ？なんだなんだなんだ。後ろに回れるのか。怖いな、この人形。こっちもあるのかな？あるのかな？何か。お金。なんだこれ、あ、これ何、サチ玉。え、これ何、何なの、何なの、何なの、これ何なの。何も起きないな。何か分かんない。とりあえずじゃあまた爆発させて道を開く場所があるらしいですね。どこかに探してみましょう。この辺にはないのかな。あ、上に行ける。あれ、どうやって上行くんだろう。あそこ宝箱があるんですよね。わからんなぁ。わからんなぁ。わからないなぁ。何かあるのかなぁ。
まあ戻っていきましょう。次のね、進む道を探していきたいと思います。おーい、え、ダメなのここ。ちょっと待ってよ。あー、ダメだった。無理やり進むことはできないのか。え、なんだよなんだよなんだよ。どこどこ、境目がわかんない。境目がどこがダメなの。じゃあどうしたらいいのかな。これは登っていけるのかな。登っていけないな。ん、ぶどうを胃袋に入れた。気になるジューシーな果物、胃袋を少し満たす。何これ、ほんとどこに行けばいいのか全然わかんないんだけど。ここに向かえばいいんでしょうか。ん、こっち行けるのかな。あ、こっち行ける。あ、こっち行ける。この先に何かあるのかな。あるでしょう、あるでしょう。ここは、ここは、あ、ここ、あー、ここはあかんのか。この中入っていくんだ。あれですね、ね、 3D 酔いだ。 3D 酔い。あー、こんなところにあった、こんなところにあったよ。はい、爆発してもらって。ありました、才の目。咲かせちゃいましょう、早速。うん、ちょっと 3D 酔いがやばいんで。うん、才の目、才の目復活させました、アガタの森の。いや、これ見つかんなかったわ、ここは。なかなか必死にね、必死に攻略しましたよ、これ。じゃあ、アガタの森の自然がね、蘇りましたね。なんか人がいましたよね、さっき。うん、このたたり場が浄化されるの好きだな、この表現、この演出、すごい好きですね。スカッとしますよね。はい、じゃあ3つ目の才の目もね、蘇らせることができました。うさぎがいるぞ、うさぎが。なんだこりゃ、タルタマ、タルタマを手に入れた。何それ。森の奥深く、才の目に守られた新しい神器か。新しい神器。お前、何から何まで昨夜の姉ちゃんに世話になりっぱなしじゃねえか。とにかくこいつは随分助かる贈り物だぜ。妖怪どももあの手この手で襲ってくるから、お前もいい神技を身につけて技を磨いておけない。言っておくが、ただ身につけるだけじゃ芸がないぜ。神技には表と裏二通りの装備の仕方があって、例えば同じ神技でも表装備にするか裏装備にするかで効果が違うんだ。それくらい100年眠ってたお前でも覚えてるよな。いや、初耳なんですけど。まあ、お前の頭で難しいことは考えなくていいから、とりあえず今拾った神器を表装備してみろよ。表装備、これなんだ。神通力がみなぎるマガタマ、表神器に据えるときボタンを連打することで激しく攻撃する。激しくね。これでいいのかな。ちゃんと装備できたか。お、なんか変わりましたね。何をどう装備しようと自由だけど、例えば鏡を裏装備したら敵の攻撃を防ぐ盾になるんだぜ。危険が迫ったら Y で鏡を構えて身を守る。まあ、その辺のコッパ妖怪でおいおい試したらいいや。そうそう、それからもう一つ。お前、昨夜の姉ちゃんの言葉覚えてるよな。才の目が蘇るたび、神木村の神木に才の実をつけるって言ってたから。また用事があって神木村へ戻った時にでも顔出してみようぜ。じゃあ早速行きたいですね。ウサギ、ウサギがいるんだわ、ここに。ウサギは草。うん、ウサギも見飽きたな。サチナマ、着々とサチナマ溜まってってるんですよね。そろそろ何か強化したいところ。お、おっと。間違えた。ボタン間違えちゃった。ここに四つ葉のクローバーがちょっとずれてるな。ちょっと見えないぞ。見えない。見えないよ。これも咲かせていきますよと。ちょっといびつな丸だけどね。はい、じゃあここも終わりかな。こんなところですかね。この辺咲かせたりはできないんでしょ。うん、変わりませんね。じゃあ戻りましょう。どっから来たんだっけ。なんだなんだ。ん、何かな。笛の音色が聞こえますよ。何かな。なんだ？緑色になる。視界が緑色になる。牛若丸ですか？もしかして。
レイン呼ぶ、地呼ぶ、海が呼ぶ、もののけ倒せと我を呼ぶ。人輪の伝道師牛若イズヒア陰陽師牛若、あ、なんか外国かぶれですね。牛若イズヒア、なんだいありゃ。その真紅の熊取り、そしてその身にめかし込んだ神の器、あ、見えてるんだ。牛若さんには見えるんだ。なるほど、かぶいたるクスだけど、その実力は本物かなベイビー。いやいや、そんな高いところから何を偉そうにしてんだい。ちゃんと降りてきて話しよう。待てよ、あいつ、アマコウの本当の姿が見えてるのか。うん、こんな遠くからでも見える。え、人じゃないの？人じゃないのかな。どういうこと？ああ、この野郎、刀を抜きやがった。抜いたとも、ミーはこれでなくては語れない男だからね。中津国にたたり場が広がった時、冒険つくよみを抜いた人影が神木村へ逃げ込んだ上、大岩で入り口を塞ぐのを見たんだけど、どれどん、ユウたち何か知らないかな。え、敵、え、もしかして戦うの？おい、なんかやばいぜ。ここはひとまず様子を見た方が。あ、なんだよなんだよなんだよ。いや、マコ、お前また興奮してるのかよ。グッド、そうこなくちゃ。では我が愛刀ピロートークの調べよ。なんだよその名前、ピロートークの調べよ。思う存分聞かせてあげようか、ピロートークを。え、何何何何何なんだ、二刀流なの。レッツロックベイビー。牛若戦うんだ。牛若丸、源の義経だよね。第4、ちょっと待って、このね、新しい神器の使い方が分かんないんだ。あ、これ便利だな。マガタマ使いやすいな。すごい連打が入るよこれ。あ、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 使いやすいぞマガタマ、すごい。どうよどうよ、ダメージが弱いのかな、もしかして。その代わり、使いやすい代わりに倒した、倒しましたよ牛若。これビームサーベルじゃん。よー、よそう、アマテラス君、お前がやりだしたんじゃないかよ。久しぶりにユウの力を味わったけど、もう十分だよ。なんだ今さらお前の方から仕掛けてきたんだろ、ぐるぐる言ってる。あれ、アーマーコーン、あいつと知り合いなのか。ふふふ、こんな不器用な真似しかできなくて悪かったねベイビー。実はミーはこの辺りを襲った怪現象について調べていたんだ。一面をたたり場で覆い尽くし、太陽の光さえ瞬く間に奪い去った。伝説の怪物ヤマタノオロチの呪いのことをね。ヤマタノオロチ、うん、なんだろうこの牛若さん、何なんですかね。不用意にその名前を口にしない方がいいよ。心の弱いものはそれだけで呪われてしまう。ヤマタノオロチは100年前イザナギと知らないによって退治され、ミーが警備していたイザヨイの祠に封印されていたんだ。信州平原の大きな湖の真ん中にある古い祠にね、うん、行ってきましたよそこ。ところが何者かによって宝剣つくよみが引き抜かれ、オロチは復活。その呪いの力で辺り一面がたたり場に変えられてしまった。あれ、なんで、ちょっと待って、あそこにクマさんがいるんだけど、あれまた寝てるのかな。あのクマ、ミーが都へ帰ったレスを狙われたらしいんだけど、まさか誰にも抜けないはずのつくよみがいとも簡単に引き抜かれるとはね。うん、結構簡単に抜かれましたよね。どうやらミーの余地を超える運命の動きがありそうだよ。うん、寝とるがな。へへへ、そんな運命が何だってんだい。オイラたちはその呪いを解いて回ってるんだぜ。この調子でヤマタノオロチだってコツンとこづいてやら。へえ、この辺を蘇らせたのはユウたちだったんだ。
でもオロチが復活してからそれなりに時間が経ってるというのに、ずいぶんスローなペースだね。何？いや頑張ってるんですけど。正直の話、今戦ってみて分かったんだけど、アマテラス君、ユウの力にはがっかりしたよ。昔ヤマタノオロチと大立ち回りを演じたのかもしれないけど、そんな過去の栄光に慢心してぼんやりしてたもんだから、ぼんやりぼんやり言われますね。今はもうすっかり衰えちゃってるんじゃないの？この野郎、言わせておけば、メイト電光丸、抜きましたね。お前さっき、神木村に逃げる人影を見たとか言ってたよな。そんなことを知ってるお前だって怪しいもんじゃねえかよ。何を興奮してるんだい、このゴムマリ君は。そうそう、ミーには未来を予知する力があるんだけど、ユウたちに一つ予言の言葉をプレゼントするよ。なんだ？スリル満点丸太でゴー何かなそれ、丸太でゴー、丸太なの。それがユウたちの未来のキーワードさ。さてと、ミーは忙しいのでそろそろ失礼するよ。それじゃあグッバイベイビー。グッバイ、グッバイシワか。げー、なんだいなんだいあの野郎は。仲間なのかな、牛若。起きろ起きろ、甘子。さっさと先を急ごうぜ。わかりました。話聞いてたのかな、これ。なんだ、戦績。討伐時間埋め。痛手罰だって。あんまりよろしくないですね、竹祝儀。祝儀竹だって。また牛若と戦うことはあるんでしょうか、どうなのかな。なんだこれ。何これ、宝月。宝月かな。何これ、どうしたらいいの。無駄無駄、そんなもんじゃ開かないって。なんだよ、ヒントくれよヒント。じゃあね、これでどうですか。あれ、なんでそこ行っちゃうの。ちょっと待って、なんでそこなの。なんか距離感がわからないな、これ。爆発してるんだけど、これなんで開かないんだろう。これ何、どうやって開けるんだろう、わからんわ。ちょっと今回はね、長めの動画になってしまったかもしれないんですが、かなりね、3D 酔いがやばいので、今回はここで終わりにしたいと思います。結構筆調べも増えてきて、新しい神器も獲得して、新しい登場キャラクター、牛若さんも出てきましたね。今後どうなっていくんでしょうか。はい。またじゃあね、ご視聴いただけますととても嬉しいです。では最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた。